海を見下ろすバラ園。そこで出会った真田さんは美月と同じ死神が見える人だったの。真田さんは全てを受け入れたように穏やかな人だったわ。そして運命の日、魂が回収される瞬間に居合わせた美月はその時何を感じたのかな。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。はい。君はもう死ぬんだよ。夢？どうした？まだ夜だぞ。なんでもない。うん、大丈夫だよ。ねえ、みつき、だってさっきから何度も呼んでるのに知らん顔なんだもん。じゃーん、これ見て。中等部進学のためのオリエンテーション。うん、来年の春は私たちもいよいよ中学生だもんね。来年の春、憧れの制服、素敵な上級生のお兄様お姉様方。はあ、言っとくけどうちの中等部勉強厳しいからね。どうしてそんな夢のないこと言うかな。ねえ、みつき、中学からは一緒に柔道部に入んない？漫画研究会もいいにゃ。待ってよ、みつきの希望も聞かないと。そうだよ。何やりたい？まだ決めてないの？まだ。そっか、じゃあゆっくり考えればいいよ、ね。
来年の春って言ったらあの子もう。おばあちゃんいいですか？何の用ですか美月さん。私何でもないんです。それじゃあおやすみなさい。たく何なのよあの態度。はぁもうあったまくらぁ。落ち着けよメロコ。落ち着いてるわよ。あどこが。なもぉ。ん、来年の春になったらもうおばあちゃんとも話せなくなっちゃうから、少しでも今のうちに仲直りしたかったけど失敗しちゃったね。みつき。おはようございます。おはようございます。ああ、大重さん、すいません、お時間ちょっといいですか？はい、先行ってて。はい。君はもう死ぬんだよ。死ぬんだよ。美月。大丈夫か？あの、私。夏休みスペシャルドラマ。半年先か。体のこともあるし、みんなに相談しないとな。怖いなら言えよ。え？タクト。怖いなら怖いって、そう言っていいんだ、美月。行きたいって思うのは、人間の本能なんだから。はぁ？ありがとう、タクト。でも、私は平気だよ。平気って、お前。本当に平気なの。ほら、着替えるから、二人とも表に出て。どういうつもりよタクト、あんなこと言っちゃって。あの子思ったほど怖がってないみたいだからよかったけど、でももし怖いって言われたらどうするつもりだったの？私たちに何もできないんだよ。本当にあいつが怖がってないと思ってんのか？うん、怖いんだよ。怖くなっちまったんだよ。当たり前だろ、あいつまだ12歳なんだぜ。でもあいつはそれでも必死に頑張って、タクト頑張ってあんなことを。ミツキが平気だって言ってんだからそれでいいじゃない。あ、だいたい私ミツキの気持ちなんかどうでもいいっていうか。メロコ、だから嫌だったのよ。子供となんか仲良くするの、お仕事するの辛くなるだけなのに。それ本気で言ってんのか？とにかくもうこんなの嫌だからね。メロコ。くそ、なんか複雑、仲間割れしちゃったよ。それは好都合、これでメイちゃんに近づくチャンスも増えるさ。メイちゃんはタックンにはもったいないよ。いいよって来た時は相手にしなかったくせに。あ、出して、暗いよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。はい、もちろん喜んでお受けします。よろしくお願いします。何のお話ですか？うん、ドラマの仕事受けちゃった。ドラマ？そう、いいお話なのよ。半年先なんだけど。え？フルムーン主演で、しかもサードシングルを主題歌にするっ
って言ってくれてるの。半年先って。大丈夫、絶対私が何とかするから。ドラマに出て曲もヒットさせて、半年先も一年先もずっと一緒に頑張るんだから。いい？美月。大重さん。ただいま。お帰りなさいませ。美月ちゃんが大重さんとこに行ってる間にお友達がこれを届けに。え？昨日話してたクラブ活動のことだけど。美月の体のことも考えずに一緒に柔道部に入ろうなんて言ってごめん。先生に聞いてみたら美月でもできそうなものがたくさんあったの。その中にやりたいものがあるといいなと思ってここに書いとくね。他の的にはやっぱり漫画研究会が一押しだにゅーみんなたんも楽に言い過ぎちゃったかな。やっぱそろそろ帰ろっかな。いつみくん、何しに来たのよ。仕事以外で僕が人間界に来る目的って言ったらわかるだろ。よしてよ。昔はあんなに僕につきまとっていたくせに。昔は昔よ、今はもう何とも思っていないの。今はタクト一筋なんだから。そんなにタックンのことが好きなの？あんなミッキーにすっかり心を奪われてるタックンがさ。とにかくもうさっさと帰ってよね。最高だねメイちゃん、ほんと君って最高。美月ちゃん、どこに行かれるんですか？もうお夕飯の時間ですよ。ちょっと若おじ先生に呼ばれちゃって、とにかく行ってきます。美月ちゃん、どうしたんです創造師。ああ、美月さんが若王子先生に呼ばれたとかで、その…ほっておきなさい。そんなに慌てるなって、転ぶぞ。だって…美月ちゃん。若王子先生。は？何みんなして慌てちゃって、一体どうしたの？それが本当ですか？ H 君からメールが来たって。本当よ、フルムーンの公式ホームページにメールが届いたの。ほら見て。歌を聴いて驚きました。美月は歌手になる夢を叶えたんだね。僕はアメリカで天文学者になる夢を実現させようと頑張っています。H より。フリーのメールアドレスで送ってきたから居場所まではわからないけど、これで H 君の手がかりがつかめるわね。なんか信じられない。いつ日本に帰るか聞いてみるといいよ。はい、やったー。これで美月の夢も叶うし、その上私とタクトはまた二人っきり、ラブラブよ。
やまたですか。朝からすごい食欲ですね。ちょっと早起きしちゃったんでお腹が空いちゃって驚いたな。もしかして悪くなってるんですか。いや、その逆だよ。すごく良くなってるんだ。それは H 君効果ね。 H 君効果。喜んだり笑ったりすると何でも免疫力が上がるとかで難病が治ったケースは多いらしいわよ。医者である僕が肩なしだな。 H 君には降参だよ。おかしいわね。病気が治っちゃいそうなのに何もキーワードが出てこない。ってことは特に問題はないってことかしら。メロコ、ん？気にならないか、あのメール。どうして？特に理由はねえけど。 H 君、施設の先生に渡した CD でも聞いたんでしょ。精一杯な美月のためにも素直に喜んであげれば。じゃあ私はちょっと打ち合わせがあるから先に行ってて。はい、わかりました。あれ？楽屋は上じゃなかったっけ？おかしいな。とにかく下に行ってみよう。なんで止まらないの？どんどん上に行っちゃう。待ってたよ。あれ？何これ？いってってって。あれ。ここにはいないみたいだな。みんな僕に同じこと聞くんだね。いつも同じ答えじゃつまらないから。そうだね、ミッキー、君の命先にもらいに来たとでも言おうかな。でも私の寿命はまだ。いや、だから予約だけいただくのさ。死神の刻印を受け取ってよ。まだ来てないな。ほんと、どこ行ってんのかしら。いや。あ？いやです。どうして？どうせ来年の春には死んじゃうんだろう。だったら今刻印しても構わないじゃないか。話せよ。タクト、ミツキ、大丈夫？なんだ、バレちゃったみたいだね。てめえ、勝手なことすんじゃねえ。こいつは俺たちの担当だぞ。君たちがちんたら仕事してるからだよ。なんだと？だって現にこの子の具合良くなっちゃったじゃない。 H 君とやらのメールでさ。まさか泉君。ご明察、名探偵めいちゃん。みつきちゃん、探したわよ。みつき、
泉！ま、今日はこれくらいにしとくよ。また近いうちにね。アディオス。泉のやつ。美月、素敵な知らせよ。なんですか？そんなに慌てて。それに若おじ先生もこんなとこまで。新しい治療法がアメリカで見つかったんだ。その方法なら声帯を痛めずに手術できるんだよ。手術が成功すれば歌えるのよ。ずっとずっと生き続けられるのよ、美月。本当ですか？ああよかったわね、美月。エイチ君のメールとか喉のこととかいいことばかりで罰が当たりそう。美月？でも当たるならドーンと来いです。今の私罰くらい全然平気って感じです。その調子よ、美月。元気になってエイチ君に会おうね。あら、やだ、私ったらごめんエイチ君のメールが泉君の仕業だったとも知らない。どうしよう、タクト。あんなに喜んでいるあの子に本当のことなんて伝えたらいいの？月に伝えた方が。ダメだ、あいつあんなに喜んでるんだぞ。それにアメリカ行きがかかった新人賞レースだってあるんだ。それはわかるけど、嘘で喜ばせる方が残酷なんじゃないの？そんなことは分かってるよ。分かってるけど。次回フルムーンを探して、運命の新人賞、お楽しみに。